こんにちは、工藤と申します。私、いろんな音楽もやってきましたが、昔からの知り合いの音楽の好きな方に声をかけて、これはいつですかね、NHK の大分のね、なんていう番組でしたか、オアシス音楽館、あ、そうに出演するのに声かけて、できましたバンドです。で、まあちょっと今日は、皆様に何曲、2曲、3曲、4曲、15曲ですね聴いていただく。多いすぎやろよくご存知の終わっちゃうやん今日。じゃあよくご存知の歌が、はい、大丈夫ですか、行っていいですか、はい。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時の
春っていう名曲を歌わせていただきました。じゃあでは、もう一曲はこれも私が今回じゃないな、2005年じゃないな、何って書いてますね、ちっちゃい字が見えなくなりましたが、2005年ですね、はい、2005年に中津のファビオラ看護学校という看護学校の校歌を依頼がありまして、作詞作曲をさせていただきました。お坊さんが看護学校の校歌を作って、よいのかということもございましたが、命というテーマで、作らせていただきました。びっくりした飛び入りですね。ではファビオラというのはファビオラ一族というですね、ローマの一族ですが、介護の礎を築いた一族ということで、しかも学校に強制的に退去されました。ではファビオラの風を聞いていただきましょう。ファビオラの風の中、胸に夢を描いて、ファビオラの光の中、今この道を歩き出す。人は
使ってくださってるっていうことは非常にありがたいんですが、じゃあもうちょっと最後に、はい、はい、じゃあちょっとせっかくですからバンドのメンバーの名前をご紹介いたしますが、皆さんの向かって右手から、高尾春次さんといいまして、まあ以前ですかね、お住まいの吉富ですね、はい、で音楽を通じて知り合いまして、はい、ギターをしております高尾さんです。どうも高尾です。今日はよろしくお願いします。真ん中から私の隣に行きますが、もう長年一緒にやってますが、初山さん、はい、初山さんもご出身は豊前、豊前ですね、豊前の、山内っていうと横田家町山内、天狗の山の総称ですけど、ね、そうです、そうです、初山さんです、はい、よろしくお願いします。そして向かって一番、左手になりますが、古門さんといいまして、まあ、今日またこの後、人形浄瑠璃でも登場しますが、北原人形芝居の、人形使い、多分こうおそらくあったことの、あでも黒子でいつも顔隠してますけど、今日は特別出てますが、本当に素晴らしい人形浄瑠璃の使い手でございます。古門さんです、よろしくお願いします。私もご存知かもしれませんが、見ての通り普通のお坊さんですが、ギターをこうして弾いてます、黒田義生と申します、よろしくお願いします。では最後にもう一曲、初山さんのオリジナル曲、はい、今季節ぴったりですね。そうですね、はい、満開になりました。桜の花にまつわる桜桜という歌を聴いていただきましょう、はい、私の曲で桜桜で黒でありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。3, 4. 行き急ぐ人混みの中、不意に足を止め振り返るノイズの中で耳に届く Smile at me, baby.
ずり桜桜桜 Flying in the sky I really love you Under the tree of the sun 桜桜桜君に届け桜少し準備をさせていただきます、どうもありがとうございました。ありがとうございました。